はい、2日目ね、スタートです。これ、この今日はこの車で、あ、シェシェ、センター、センター、あー、どうもどうもどうも、はいはいはい、こんな感じで今日も2日目行きます。後で YouTube で見せますけど大丈夫ですね、はい、皆さん。沢村さん、お疲れ様です。本番ですよ。本番、今日は本番ですからね。良かったですね。天気は厳しい。天気が一番です。もう最高。笠井さん、なんとかあの雨耐えております。そうですね。パスポートいるの？安いの。これが、金氷錦江里ですね。はい、これはカムさんですね。まあ、あの忠義、忠義ですか、これは、ね、渋いね、ここは。こんな感じでね、結構寒い。うわ、水牛がいるね。鶏、鶏と一緒に暮らす人たちですからね、この辺の人。これがチケットです。50元だから1000円弱ですね。お、XE2、ええ、もうちっちゃいのにしました、うん、それがいいです、うん、あれ、ここ行き止まり。ここで、あれ、ここなんか親父の一人って俺の時金取らない。ここは俺がいる時しか開けてないから。あ、なるほど、ええ、ここは特別料金だって言って金取られたんですね。随石楼って感じ。そう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 、これ登れなかったんだよ。やっぱりここは、はい、じゃあ上がってみましょう。ちょっと暗いんで ISO 1600に上げてどこまで見えるか。相当暗い。だからこの辺はそのアメリカの鉄道開拓で出稼ぎに出てお金持ちになった人たちが戻ってきてこの辺に家を建てたっていう、そういうとこなんですよね。ここ普段入れないらしいんですが、これ2年ぐらいはもうないし。丸いのをぜひ。こっち
いい景色。まだあるんだよね。ここじゃないんだ。この上もありますけど、何もない。あ、何もない。前ここ登れなかったよね。登れなかった。登れなかったよね。うん。だ今日ラッキーだって。そう。これの最上階、こんな感じ。こんな感じだ。下はこんな感じです。ちょっと降りるのが怖い。スマホの方綺麗に撮れる。それここはこれだ。今かちょうど100年ぐらい前。あそこには普段入れないんですけど、今日はたまたま人がいて、今いるここは国が持ってるらしいんですよね。で、ちゃんと管理人がいて、ところが今日登って一番この辺で高い建物、あそこは、個人の私有物らしくて、普段管理人がいないと入れないんですが、今日はたまたまいて入れました。ということで一番高いのが取れたっていうのはラッキーかな。あ、ダメだ。この感じ中華鍋だね。まさに。ここで食事したんだよね。こういう鶏を一匹ね潰してもらって食べたっていう。あ、いい匂い。はい、レホレホ。あ、すごい。はやほら、もう消えない。こんな感じで。よかったですね。いや、本当最後天気になって。そう、出てきた日が良かった。うん、晴れてきたのが良かった。